えー、皆さんどうも、100円です。えー、お約お約束していました、えっと、改造のね、動画をちょっと今作ろうかなと思って録音、収録してます。一個ずつね、説明していきたいと思います。えー、っとですね。まず、今これ、右と左装備している武器なんですけど、右側に、えっと、 普通のプラズマカッターを装備してましてで、左にショットガンを装備してます。で、これでもいいんですけど、ちょっとゼロからに、ね、新しい武器を作ってみたいと思います。で、まず、一番最初に選ばなきゃいけないのは、このハンドルの部分なんですよ。これどういうことかって言いますと、あの、いろんな違うですね、種類の あの部品を使って自分なりの道具道具っていうかあの武器を作れるんですねでこれ一個ずつ説明するのちょっと難しいんですけどこのコンパクトスタンダードフレームっていうのは要は持つところなんですけどこれはあの片手で、えっと、持てる武器を作るためのベースになるフレームですでこのヘビースタンダードフレームっていうのは2つの手で持たなきゃいけない武器なんで例えばショットガンだとか そういういいものを作りりたいときはこれになりますコンパクトエリートフレームっていうのはこれもあの片手で使えられる武器ですねこのアッパーサーケットとローアーサーケットっていう数字があると思うんですけどこの武器の絵の右のとこですね4っていうのがこのコンパクトエリートフレームでコンパクトスタンダードフレームは2と2これあのいろんな道中で拾うサーケット チップがあるんですけどそれを何個そのアッパーサーケットとローアーサーケットに付けられるかっていう違いなんですねだここで見るとそのコンパクトスタンダードフレームっていうのとコンパクトエリートフレームっていうのだったらエリートフレームでいった方がもっとその能力を追加できるんでこっちの方がいいですかこれを選びます自分はで今度アッパーツールなんですけどこれもあの多分もっと増えると思うんですけど僕今3つしかなくて このミリタリーエンジンっていうのは要はあの分かんないですけど多分なんかこそういう弾をなんか撃つプラズマカッターとかじゃなくてなんか弾を撃つためのものだと思いますテレメトリースパイクなんかボルトかなんかをこう撃つための元になる部分ですでテスラコア これはあのなんか電気関係のものをなんか打つためのものみたいです自分はじゃああーちょっと待ってくださいじゃあこれにしてどれがいいのかなこれかな 絵でわかるようにこういうい電気のなんんかで打つんですよこれを変えるとこれはプラズマカッターっぽいですねテレメトリースパイクこれはこういうマシンガンみたいなやつになります自分これでいきますでアッパーツールティップって今ここやったんですけどアッパーツールとえっ、ー、とこのフレームっていうのをやりましたフレームを選んでアッパーツールを選びました したらローワーツールっていうのがあるんですけどあのセカンドリーの武器になります上はテレメトリースパイクっていうのを装備してるんですけどその下にも違うタイプの武器を使いますで僕 XBOX なんですけどえっとアッパーツールを使う時は R トリガーでセカンドリーを使う時は R ボタンになりますなんでここはそのさっきのミリタリーのやつを 入れてもいいですし電気を使ってもいいですしどっちでもいいですけどなんか選べますでなし。なしもできるんですけど自分はじゃあこの普通の玉のやつで。でアッパーツールティップ。これでなんか自分何も持ってないんでできないですけど。 で、まあ、こういうことなんですよ。ここでなんかあればね、付けられます。なんとなく分かりましたかね。こういうことができるんですね。アッパーツールでも。まあ、いや、それでアタッチメントがあってですね。自分は、えっと、アタッチメント付けないにしてるんですけど、メディックサポート。これは、えっ、ー、と、なんかヘルスパックを使うんですけど、 こツ使うとなんか自分のパートナーの体力も回復させられる。それからステイシスを使う。パートナーのステイシスも回復するんですけど、このヘルスパックとステイシスパックを使われちゃうんで、これは多分ね、よっぽどのことがない限り装備しない方がいいと思います。で、ここですね。アップグレードサーケットってのがあるんですけど、ここでその言ってたチップを使うんですよ。ここで今、 えと上に4つ下に4つこの上の武器になんか機能つけたい時は上を選びます下のセカンドリーの武器にこう機能つけたい時は下を選びますねでこうクリックすると今まで拾ってきたチップを選べるんですよ例えばなんかリロードに関するチップだとかどれぐらい早く打てるかのチップだとかダメージとかクリップクリップってあの弾が入ってる ケースのことなんですけど例えばここでダメージに関するチップを見たかったらいろいろあるんですよ。これを、えー、とダメージをね、こう右の下にいろいろチャートがあるんですけどダメージを2つ増やしたかったらこれ。でもこれ増やすとリロードが逆に減りますよみたいなね。で、こう 4, 4個つけられるんでダメージに集中させたかったらもうこうダメージをどんどん上げられるんですよ。 ダメージの欄がどんどん増えてるのが見えますかねはいこういうことですでロワー,ーツールにもどんどんつけられるんでいろいろねつけてやるとどんどんその武器が強くなっていくとということです で自分は別にこの武器はセーブしたくないんでえー、っといらないんだけどなどうしよう <laughs> いらねえこれああ作ってるそうこれで作ってくれるんですけどもうすでに他の武器であのー とられててしまっいるとダメなんですよこれ僕のプラズマカッターなんですけどプラズマコアっていうのがさっき選択になかったじゃないですかそれはもうすでに持ってる武器で使われているからなんですねこれが今自分が使っている武器ですはいアップグレード1個もついてないですけどということなんですねこれで武器に関してはなんとなく分かったでしょうかね さあブループリントなんですけどこれはブループリントってあの英語で設計図っていう意味でしてあのさっきみたいにゼロから自分の好きなようなスタイルの武器を作ってもいいですしここではあのもうすでに出来上がってる武器を作ることができますただ気をつけなきゃいけないのはすでに持ってる武器でもこれ作りますかっていうふうに出てくるんですよ例えばショットガン僕も持ってるんですけど また作れるんですよここで,でどこに置くかとかね全く同じの持ってるんじゃないですかでもここでやると貴重な資源を使って作っちゃうんで自分がどの武器をね持ってるかっていうのをちゃんと把握して作った方がいいと思いますでここにこういろんなね武器があるんで必要だったらそれを、まあ、作,作ることがねできるということです でここが武器のアップグレードですね。まあここまたこのチップのところに戻ってこれるよっていうだけの話なんで別に大したことないです。クラフトアイテムはあの資源を使って例えば弾だとか、えー、とヘルスパックだとか作れるっていうだけの話ですね。えー、でですねセーフなんですけどこれはあの普通になんか自分のアイテムを入れたり。 えー、保管したりってことができるとこです。まあ、特に説明しなくてもわかると思うんで、えー、お見せしないですけど、それぐらいですね。また、あの、何か質問等ありましたら、コメント欄に書いてもらえれば、お答えしますんで、お気軽に、えー、コメントしてください。えー、それでは皆さん、デッドスペース頑張ってクリアしましょう。お疲れ様でした。